母国語が一番いいと思う。僕が個人的に気に入りましたね。もうなんか最高ですね、これ。トラベラーチャンネル。はい、セントカタリナに来ております。私の部下もスタッフも結婚式を挙げた、あとお客様も結婚式を挙げた教会で、マカプービーチが見えて、後ろあれ、ラビットアイランドですよね、見えて、で本当にあの海と緑に囲まれた素敵な教会ですね。ハワイのウェディングがこれで出来上がるというふうに思います。こんな素敵なところで皆さんいかがでしょうか。私ももう一回あげたいなというふうに思っているぐらいの素敵な教会です。ありがとうございます。おお、最高ですこの眺め。懐かしいな。懐かしいですか。懐かしいです、本当に。でこちらの方がですね、はい、右手の方がブライズルームになりまして、はい、挙式の前の部屋ですね。はい、挙式の前の部屋というところが、はい、こちらの方です。あ、で今のこういう時期ですので、いろいろと消毒とか、はい、はい、いろいろとしておりまして、今ご覧いただきますのソーシャルディスタンスの方、はい、本当皆さん苦労していろいろとね、対策を立てられて、バージンロードを歩いてます。なんか自分のような感じです。この眺めすごいですね。いいですね。これはもう本当にお客様自身が全部の海を見ながら、でこの前なんか後ろ振り向いたら3人いますけど、よろしいですか。あ、大丈夫です。はい。臨場感があっていいです。はい。こちら右手の方が長嫁様の方ご親族。はい。これ花嫁様、ご新郎様ってある程度もう決まってるんですか。そうです。なぜかというと入場するときに、はい、やはりあのお父様がいらっしゃる方が一緒にバージンロードの様子を見ていると、すぐこちらの方ですね。はいはい。大体決められている。ああ、なるほど。セントカタリナのパーティー会場です。結婚式をされたスタッフの方たちも大変懐かしがっていただければ、はい、後で写真送ります。送っていただけます、はい、でこちらの方でのロビーゲストとなりまして、はい、であの挙式が終わりました後、こちらの方でちょっと簡単に待機していただいた後に、はい、カップル様が入場する前にゲストの方がレセプション会場に入っていただく、はい、であのすいません、今の見ていただくのは、まあ、お部屋のスペースとかのテーブルセッティングということで、はい、あの何もセッティングしてませんので、そこら辺のところはご了承くださいませ、はいはい、より海に近いウッドデッキの方がありますから、はい、そちらの方をですね、見ていただきまして、この景色ですね。はい、そうですね。集合写真とか撮っていただくのも、このような形で、
して、はい、そうなんですよね、ここ芝生が良くてマカプービーチが見れて、そうなんです、はい、この風とね、はい、汗ばまない、はい、この爽やかな風、はいはい、あ、ウッドデッキはこれってあの前はなかったです、なかったです、はいはい、ですけどせっかくこんだけ広い敷地がありますので、はい、より海に近いところに行っていただきたいと思いまして、あ、すごい、いつ作られたんですか、これは、これは2年、もう今このコロナで1年ぐらいやってませんので3年ぐらいになりますか、ね、はい、はい、今パラダイスコーブに来てます、氷名の中にある、パラダイスコーブですね、そちらの方の、パラダイスガーデンチャペルというところで、今撮影をしているんですけども、隣が結婚式場で、これ今パーティー会場なんですけど、海が見えるパーティー会場で、外の中庭で、まあ、パーティーもできるので、こちらの、挙式も非常におすすめじゃないでしょうか。リゾートウェディングの、雰囲気バッチリですね、もうハワイアンウェディング最高ですね、こういうところであげるとね、きれいにプルミリアが咲いています。このガーデンでもパーティーができるのでこちらのお部屋おすすめですね。いいパラダイスコーブチャペルです。素敵ですね。フラワーシャワーは主にその辺の階段のところでやるんですか。ここの階段ですね。やっぱりここでやるのが映えますね。そうですね。素敵ですね。Thank you。チャペルの中。ここに来てここでケーキカットしたり、はい、乾杯したり、はい、うん、それこっからの景色いいですよね、うん、でここ降りてちょっと足元気をつけて、はい、この広い庭がいいですね。この広い庭は
そこまで出て撮るわけですか、はい、カップルはね、撮りました、はい、岩場のビーチフォトなんです、こんな写真が撮れるのは逆に他にないですね、すごい、あ、これナウパカじゃないですか、はい、ビーチナウパカですね、こういうところで写真撮ったりね、はい、で こっちがサンセット、こっちに沈むんですよ、だからここのパラダイスガーデンはあの2つのビーチごと、ロックごととさっきの白砂のビーチと、ナウパカです、ビーチナウパカです、いいな、氷の中でも自然保護区なんで、はい、自然がそのまま残ってるんですね、ここ、だからいいんですよ、開発されたのも綺麗ですけど、はい、そっちはちょっと人がいっぱい、だから人のいないビーチって言ったらちょっとあれですけど、はい、人がここはいないですね、素敵なビーチ、はい、ここで写真を撮ったりする、そうそう、ここのパラダイスコムの向こう側があの壁、あ、なるほど、ここを歩いてくるのはちょっと大変なんです、そうですね、車で、日本と違って湿気が少ないですから、はい、日本だとムワッとしても不快な暑さですけど、そうですね、ハワイはもうそういう意味でガーデンウェディングにぴったりな、そうですね、もう本当そうです、もう気持ちいいです、これは、うん、今日は 海でもこれ穏やかですからいいですね、まあここは内海なんで、はい、会場ですね、これは。ああいうハンモック並べたり、はい、ちょっと今ブランコ外してますけど、あの木のぶら下がってるブランコですね、はい、ああ、ブランコがあったり、はい、まあ、そんな感じでこう、はい、楽しくワイワイガヤガヤと遊んでもらえるように、だいたい何分ぐらいここにいられるんですか、いるのはね、だいたいここはね1時間から1時間半ですね、うん、パーティー入れて、そのパーティーがあるとプラス1時間半だから、3時間ぐらいですね、あ、なるほど、ここを来る人は写真をバンバン撮りたいんです、ね、撮りたいですね、これは、これがアプローズエステートという邸宅ウェディングです、すごいな、こんな邸宅を貸し切って結婚式できる、本当ないですね、素敵です、これはちゃんとプライベートビーチ、これでガーデンパーティーもできる、ここでガーデンウェディングもできるし、パーティーもできる、うわ、ここでパーティーできるように、はい、あ、中でもパーティーできるように、家買って、あの壁全部取っ払って、はい、あの広い感じにしたんですね、ちょっと L 字型になってますけど、でここキッチンがあるので、はい、あの作って、はい、でハワイって言ったらやっぱり日本の方ステーキっておっしゃるんで、はい、ハイズステーキハウス、ね、ああ、ハイズ、はい、ここから来てここでステーキ、ああ、もうハイズだった、最高じゃないですか、へえ、ちょっと家具が、はい、ここがちょっと L 字型ですけど、はい、でここの中でパーティーやってもいいし、そこのラナイ、はい、ラナイでパーティー、ここラナイだけでも2、3分軽く入れます、はい、僕ここが一番いいと思う。僕が個人的に気に入りましたね。もうなんか最高ですね、これ。もうこうするとガーデンウェディングの問題は暑いなんですよ。
はい、ここだったら最後の、ね、はい、風を感じて羽もあると、はいはい、ここで多分日本の方は大体10何人か、邸宅ウェディングの方は大体20人ぐらいの方が多いんですけど、うん、まあ、ここ20人ぐらいだと15人。そうですね、教会もいいですけど、こういうところでもいいですね。パーティーも一緒にすぐその場でできますから、これ振り返ってもらうと、まあ、こっちの後ろで、まあ、いろんなことが、もう何時間ぐらいやっぱ借りれるんですか？なので1日2組もしくはあのフルで、で1日2組の場合で4時間は入れるのかな。あ、でフルだったら8時間から、まあ、そんな上に行けないから。ここは2階建てなので2階をぜひ見てほしい。はい、ここで挙式して下でパーティーという。そうそう、でだから式はガーデンウェディングか室内かを選べるんですね、はいはい、で2階の方がビューはいいです。そうですね、まあ、見ていただくとですね、目の前の木がいいですね、なんかアクセントな。ここにこうある夫婦の木って呼ばれてるんです、はい、あ、夫婦の木、へえ。ここヘッドが左に見えます。ああ最高。うわ、秘密はここの建物とここのガーデンウェディング。はい、うわ、